はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はまあ、渚ちゃんがね、出てて、渚ちゃんのガチャを引くわけではなくて、もう単純に渚ちゃんをお借りして渚ちゃんをちょっと使っていきたいと思います。で、期待の新イベキャラ渚ちゃんが登場ということで、渚ちゃん彼女キャラではなくてスタッフキャラという位置づけになってます。練習には一切参加してこないみたいです。で、何よりの特徴が SR 以上で投手の場合、超特殊能力鉄腕プラス特定条件で復活、野手の場合は伝説のさよなら男プラス特定条件でヒートアップということになってて、下の方をちょいちょいちょいと見てみると、渚は特定の条件を満たすことにより1回の育成で超特殊能力のコツを最大2つ取得することができますと書いてありまして、でちょっと調べてみたところ、とこのね、特定条件っていうのが、まあ、どうも甲子園優勝することらしいです。なのでそんなにねハードルも高くないので、まあ、スタッフキャラなのでね、練習とかには出てこないんですけれども、金徳2つもらえるということで、使い道としてはあるんじゃないかなと思います。使い道があるっていうか、まあ、普通に金徳2つって相当強いと思うので、今回はちょっと渚ちゃんをまず使って、まあ、その後ね、多分ガチャは普通に引くと思いますので、その後ガチャを引いて、さらにサクセスマウンテンも来てるんですけれども、その後サクセスマウンテンやっていきましょう。というわけで、じゃあちょっとサクセスの方に行きたいと思います。というわけで今回は名強の野手でやっていきます。でデッキの方を見てみて、まあ、テーブルがあるんでね、ちょっとテーブルを、確認すると、もうすでにね SR のプラグを作り出しているモサがいてましたのでちょっとお借りしてます。まあ、イベントボーナス系が増えて、まあ、回復量アップとかもあって、35こういうイベント発生率アップの効果と試合経験点ボーナス10ですね。でさらにですね、45になると試合経験点ボーナス15っていうのがねつくんですよね。でこれ PSR になるとどういうテーブルになるのかっていうのがちょっと、まだ把握できてないんですけれども、まあ、イベントボーナスも普通に60、回復60の試合経験点ボーナス15で、イベント発生率アップってさ、これ招き猫の効果的なものでいいの？まあ、招き猫ほど効果はなかったとしても、招き猫と似たような効果が出るっていうことかな、ちょっと分かんないですけれども、一応こんなテーブルになってます。試合経験点ボーナス15っていうのが、相当強いですね。なので今回は試合経験点ボーナス組で固めてきました。カマカリとフルナガ、まあ、俺の好きな、ペアですね。この2人とナナエも45、ミヤミちゃん45、カミナリ45なんで、みんな試合経験点ボーナスで固めて、まあ、ちなみにこれでどれくらい試合経験点取れるかっていうのをやったことないんですけれども、ちょっとこれでやっていきましょう。で、あ、そうそうそう、渚ちゃんね、練習には来ないんで色とか全くないです。まあ、そこは名強は大きく響いてくるのかな、ちょっと分かんないですけれども、まあ、雷のコツを取っていきましょう。まあ、その関係があるのかな、 SG ではね、使えないみたいですね。あとダンジョンでも使えないみたいです。とあとなんかね、イベントはね定期的にね発生するみたいなんですよね。ちょっと来た、自己紹介、渚ちゃん走っちゃダメだよ、お兄ちゃんにそっくり。あ、そうなんだ。あ、ちなみに俺渚ちゃんの元ネタわかんないっす。死んだのか、はい、お兄さん。あ、なんだそんなに重くなかったわ渚ちゃん自体が重いのか。外出許可を出していた。あ、そっか、今8月2週だもんね。結構暑そうだね。よし行こうみたいな。病室の番号を教えてくれる、俺お見舞いに行くよ。お兄ちゃんに似ているっていう何かの縁だからね。医者が認めてくれないよ、こんな変なやつ病室に入れるわけにはいかない。いそうだこんな顔でお願いされたら断るわけにいかない、うん、じゃ医者の許可なしに勝手に話が進んでんだけど大丈夫ですかドクター。こんな変質者を病院に入れてよろしいでしょうか。ドクター最後まで何にも言ってこなかった。体力の最大値上がるんだね。あとはまあ進めていきましょう。で今回試合経験点で固めてきたんで、特にね音符の色とか全然気にしてないです。あ、シラスがある。シラスの前に、まあ、明鏡にしておきますか。カマカリ
とは揃わないけど、やっぱりコツはね取っておきたいんで。何にも揃わないね。赤っていうのがねちょっとなかなか厳しいんだよね。メンタルで回復しながらいきますか。練習に出てこないってことは、ちょっと待って、お見舞いに来たよと。あ、渚って呼んでって言ったでしょ。なかなか気が強いな。笑顔の圧力、外出許可、外出許可って結構重そうなんだけど、病気的には。お土産勝手に買ってきてんじゃねえよ。え、ちょっと待って、一応渚ちゃんのイベント関係は開いてあるので、ちょっとだけ待ってくださいね。お見舞いの品、9月の1週2週頃に発生、うん、8月の4週だね。まあここの前後ってことか。カーネーション評価やる気マイナス、えガーベラ、技術精神やる気プラス。あ、花にするとカーネーションかガーベラになるってことね。でクロスワードパズル、また選択肢があって、何視察って。精神と野種意外性のコツ、下お札、評価が上がって技術、これ評価って関係あんのこいつ。で下が高級タオル、高級タオル、何も書いてないね。まだ選択肢として選んでないってことだ。この人さ、情報上げるの超早いよね。仕事ができるなこの人は。どうしようかな。まあなんか、じゃあ書いてないやつにしようか。今言ったんで高級タオルにしてみます。タオルにしたら消耗品あって困るもんじゃない。なんかさ、子供に送るようなもんじゃないよね高級タオルとか。タオルはよく使うから嬉しいよって言われてもさ、あ、喜んでくれてる。あ、体力が回復した、精神が22、やる気上がったと。なるほど、ちょっと次見てみよう。渚との約束1、3月1週頃に発生。あ、結構後だね。なんかよくよく考えたらさ、試合じゃなくて練習に出てこないからさ、ここら辺すっ飛ばしてさ、イベントだけ見るっていうのもありかもしんないけど、まあ、せっかく撮り始めたんでやっていきましょう。まあ、途中何があるか分かんないからね。監督評価を上げつつメンタル、体力回復と。まあ、渚ちゃんを入れてるからね、彼女キャラは今回は入れてないです。エピログポイントは普通に彼女キャラクラスにくれるみたいなんで、まあ、彼女キャラを気にしなくていいというのが結構でかいかな。あ、でもクリスマスがないのか。クリスマス、バレンタインはなさそうだね。これどうしよう、矢部くん臨床ポイント。選手兼彼女キャラを1人入れるのはいいかもしれないな。二股とかにはならないからね別に。でマインド、ここは回復しておこう。民間療法アロマ、残り2ターンか。うまくいけば揃えられそうだね。どうしようかな、ここ2つなんだよね。みやびちゃんのコツか、3個にして赤紫にするか、こっちにしよう。揃える方向を優先しよう。あ、回復できる、無理はさせない、俺は女の子に優しいからね。これ体力削られるんだな。回復しといてよかった。ちょっと厳しいよねこれ。あ、揃わなかったか。そもそも雷、印象が著しく低いね。こいつなぜコツをくれない。で問題点を洗い出して、で体力がないから寝てから楽譜を設定しますか。あ、ここで回復できたのか。まあいいや。おすすめは積極ソウル。全然敏捷ポイントないけどね。シラスにしとくか。じゃあさて揃ってるね。あ、ここ結構いいな。こっちにしよう。筋力、いや敏捷が圧倒的に足りなくなりそうだねこれ。
お、また揃ってる。早い早い。しかも評価も上げられつつ。で、新しい楽譜、名教と春麗か。これやるでいいでしょ。イベントが早く終わってくれて助かる、カマカリのあれ。雷から楽譜もらったら、ちょっと雷の天空中央やって敏捷ポイント稼ぎますか。お、ここいいね。みゆちゃん、みゆちゃん普通に強いよね。精神とかはね、多分シラスの音符効果が効いてるんだと思うけど。セントジャスミンか。はや、もう終わった。一級入魂。ちょっとこれメンタルやらないといけないけど、どうしようかな。精神余りそうだからな。直撮りしようか。逆境、逆境どこだ。逆境直撮ろう。シラスで精神が稼げるからね。よし、コツ広角打法 OK で、ここも体力回復できますね。出る、まあ、情熱エールかな。そういえば精神使うのか。まあ大丈夫かな。あ、ここにしよう。ここで3ターンかかったのか。で、今のところ平均2ターンで進んでる感じか。で、7位は普通にアチスト取ろうかな。お、いいね。雷メンタル。あ、4か。余裕だったな。 OK、 やろう。パワーヒッターが欲しい、今度は。ラッキーボーイ。ちょうど精神が余ってるからいいかな。早急で、ここで初級ももらえて、いや、いいね。で、7位は意見を尊重してアーティストを取りましょう。で、コンプリートはしてあるんで、どうしよう。天空中央は競争心か。うん、回復力アップ。あ、いや、ちょっと敏捷この時に稼いどこう。彼女評価がいっちゃいらないやつしか出てないんだけど。音符的にも、まあこれでいいや。ダブルターン。まあこれはね、その楽譜は多分揃えられないんで、色的に。レンジャーは雷しかいないはずだから。紫藤さん、北斗。あ、結構経験点入った。なんか知んないけど。よし、メンタルで回復しつついきましょう。精神がだいぶ来てるね。で、クリスマスが一人になるのか。これはもう確定一人だよね。やっぱり選手権彼女キャラと併用させようかな。彼女キャラを入れるとね、さすがに練習を4人で回さなきゃいけないっていうことになるから、それはちょっときついよな。マジで精神が溢れそうだな。みやびちゃんの金徳もまだ1回目だからな。どの高校で使っていくのがいいんだろうね。今のところなんていうの、音符がないけど、あんまり気にはなってないね。あ、みやびちゃん。そうか、げこっちかよ。まあいいや。ローボールヒッターもう潰せるか。ハイボールヒッター古永が持ってるけど、一級入魂もいいよね。初級は3で掴んじゃおう。ローボールヒッター4、ムードなんとなく掴んどこう。でラッキーボーム1でいいやと。あとは3上げて、ちょっと全部 E にいけるかな。
走力がちょっと少なめだな。敏捷をやっぱり不足してるな。いやギリだ。レンジャーがいないから全然揃わないわ。1個しかない、1個しかないとなるとこれでいいか。シュッ、パワーいいで持ってけるか持ってけないで、メンタルにして残り4ターン、3が揃えられればそれでいいか。これも失敗してるし、で1月の3週そろそろちょっと気をつけていかないと、渚ちゃんイベントをすっ飛ばしちゃうからね。早送りで回復しよう。これこれもちょっと下にしようで揃えられる。112入れば上等だよね。どっちだ、筋力はでも2人いるからな。でもみやびちゃん、こっちにしよう。次一旦じゃ絶対揃わないでしょ。カイドウ SG 揃わないね。メンタルとかあんのか。楽譜セントジャスミンもレンジャー系か。暁とかメジャーとかな。暁はあれか、金徳が取れるのか。試合経験点があるからな。これ最後に回す。俊英は技術、レザービームはいらないからな。リベンジ流し打ちでいいや。ちょっとこれも揃えられるの無理そうだけど、回復力アップが発動してくれてるんで。バレンタインはだってもらえるわけじゃないからね。回復しておこう。普通に何事もなく悲しく終わった。スカウト3評価上げとこう。ちょっと選手兼彼女キャラ、まあ新島ちゃん入れるか、まあそれか北鉄の浴衣の誰かを入れるかっていうところだな。よし、情熱エールは買い取るとか特にないんでもう抑えておきましょう。ほい、雷のコツ。ただここは2個か。音符に音符3、緑が埋まるのは結構でかい。こっち、この体力減らないから。おっ、ていうかそうか、鎌狩りいたんだ、さすがよ。ちょっと待って、これで結局体力削られてるけど、まあしょうがないよね。それは古永雷どっちがいいかな。もうハイボールヒッターいらないからね。パワーヒッターはどっちもくれる可能性がある。ちょっとこっちにしとこう。2月の4週ちょっとそろそろオート早送りを解除しよう。コツ、パワーヒッターありがとうございます。ちょっともうちょっとだけ早くしようで、ほいほい。待って、これさ、やったら遅いね。あ、来た来た来た、なぎさちゃん元気。そこに飾ってあるのはおひな様。あ、ひな祭りね。なるほど、そりゃ3月一週に起こるよね。お友達がお見舞いに来て飾ってくれた。学校行ってないから友達もだんだん減ってきてる。あー、そうだよね、しょうがないよ。え、ちょっと待ってね。俺がいる。評価10、精神40、やる気プラス。早く元気になろう。何にも書いてないじゃあ下にしよう。これなんか選択肢で何かあるとか、なんか金徳の切るとかそういうのないよね。早く元気になろう。好き嫌いしたため、人参ピーマン俺両方嫌い俺も嫌い嫌い本当かよ。人参ピーマンごときでそんなに良くなるか。体力が上がる。
なるほど、体力を上げたいときは下だね。これは紫さんが一番いいかな。あ、ちょっと遅い遅い遅い。で、古永もイベント進めていきましょう。で、よし、そろうな。メンタルで揃えられんな。ここも結構悪くないけど、やっぱりメンタルだな。うまくいけば、コンプリートできるかな。ここも安定でいきましょう。で、ちょっと待って、渚との約束。次、4月の1週頃か。あんまりいいのがない。じゃあこっちにしとくか。紫3つか、揃ってくれるかな。トレーニング、おい、まあいいや、揃わない。監督評価全然大丈夫だね。まあ、揃わないんだったらもうちょっと次の何か別のやつを引きますか。メジャーでいこう。試合が訪れるから。回復力アップがあるとね、結構揃えやすいんだよね。体力回復のためにデート挟んだりすることがなくなるんで。おお、そうだやってしまった。でさ、思いっきりヘッドスライディングしてボールが外野まで飛んでっちゃった。あ、ヘディングかなんだこれ何の話、野球の話？野球でヘディングしてボールが外野まで飛んでった、どういうこと？単行部できて大勝負。野球好き、うん、どうした？桜の花びら、中庭に桜が咲いている。花見というにはちょっと遠いのか。中庭に行ってみない？勝手に連れ出していいの？1週間ほど外に出ちゃダメ。1週間もしたら桜は散ってしまう。桜は枝を折っちゃダメ。そりゃそうでしょう。お医者さんに相談してみよう。え、桜切るバカ、上切るバカ。ちゃんと処理して切ってもらった。6月に近くでお祭りがある。はあ、ははあ、体調が良かったら外出してもいい。一緒にお祭り行ってほしいな。どんな予定があってもいいか。なるほど、彼女キャラ入れて彼女とデートしよう。そうすると、だこれは渚ちゃん入れればもう勝手にイベントは進んでくみたいなんで、まあ、そこはいいのかな。扱いやすいというか。たださ、まあ、そのカテゴリーがないからしょうがないけどさ、別にスタッフキャラではないよねよくよく考えたら基本から考え直すと。ここいいね。みやびちゃんどうしようかな。なんか意外性とかだったら直撮りしちゃってもいい気がするんだけど。守備職人、こいつ伝説のサヨナラ男だった忘れてたかぶるな、かぶるけどいいや。これ全部ある、ここにしよう。甲子園で優勝すると、あ、違う違う、甲子園で優勝するっていう選択肢を選ぶと、あれか、伝説のサヨナラ男のコツがもらえるらしいんで、それ5にしよう。じゃあ7位、パワーヒッターは5だしね。アンチスタ取っとこう。メンタルでいくか。さて、ちょっと能力を上げていきますか。ミート C、 パワーちょっと足りなそうだな。D くらいに合わせておくか。筋力は結構入るね。スカウトさん評価を上げておきますか。
悪くはない。金冠外星、これで外星取っちゃおう。でせっかく試合経験点ボーナスを積んでるんで、いつもはスルーする、ここをプレイしていきましょう。そうか、二十谷か。内側をグイグイ攻めてくるね。そして外でも全部ボールなんだけど、わあ、ちょっと上だった。学校はね狭いからね、かなりホームランになりやすい。ちょっとこいつ159キロとか投げんの、引かれてんな。コントロール A、 スタミナ C とかマジ強いんだけど、何なんだおい別にいいけどさ。50も入んのこれ普通の練習試合なのに、さすがだな。これでかくないって、今200入ったってことでしょ、経験点。揃えたいけどちょっと微妙だな。まあ、次練習はできるからいいけど、ほい。残り1ターンでどうも揃わないよね。揃った。ギリ揃った。2人で揃えてるし。ちょうどじゃん、これしかも。溢れるものはないよね。6月3週間、ちょっとまた忘れそう。あ、そうか、試合経験点ボーナスがさらについてたのか。まあ、金徳2つは無理だと思うから、赤とかも絶対無理なんだよね。敏捷足りてないからな、敏捷やりたいけど、レンジャーがいないからね。2か、これも。かつきは3。これにしとく SG。 メンタル、技術がちょっと多めなのか。どうしようかな、体力あるしこれでいいか。ちょっと待って、6月の1周ってことはさ、7月の1周から演奏し始めればいいのか。ちょっと SG 途中で切ろう。これにするか、これにするか、こっち。あれ発生しないんだけど、部活の3週間まだか。メンタルで揃えられるときちょっとメンタルでいこうすげえふよふよしてるな。待って、よし来た。結構人がいるな。ドクターもついてくるのか、おめえ邪魔だよ。あまり長時間はいられない。本格的に花火が始まって少し経ったら帰る。入院する前に何度か好きな出店とかあった。金魚すくい、射的、肩抜きなんで肩抜きにさ説明がついてんの。え、みんな知らないの肩抜き、今の人たち。マジか。全部までの時間がない。どれか一つ、どれにしよう。え、どれすればいいの。え、なんかどれでも良さそうだけど、どれでも良さそうだな。金魚すくいでやるとなんか選択肢が出て甲子園で優勝するっていうのが出てる。で射的にすると選択肢が出て甲子園で優勝するっていうのが出てるから、それ選ぶとまたもらえる。ちょっとこれ肩抜き書いてないんだけど、肩抜き書いてないんだけど、あ、経験点が違うのか。敏捷が金魚すくいだと多そうなんで、ちょっと金魚すくいにします。げっ、破れた医者とさ屋台の人さこの人たち双子ですかみたいな服が違うだけやん。残念賞の一匹、
この金魚どうすんの。この先に絶好のスポットがある。二人で行ってきなさい。絶好のスポットなんて人で埋もれてんじゃないの。夏の甲子園が始まる。テレビ、そうすると甲子園に出ないといけない。これか、頑張る、甲子園に行く、甲子園で勝つ、甲子園で優勝する。まあ、これだよね。甲子園で優勝する。筋力45、敏捷68、精神68、伝説のサヨナラ男。これで1個目。もう伝説のサヨナラ男、古中からもらったからな。レベル4。直取りでも全然問題はないね。3が揃えられそうだね。青残しておいた方がいいんだよな。赤よりは遅い遅い。で6月の4で揃えて7月の1周にはちょっと切り替えよう、アイコンタクトに。なのでメンタルで回復して体力は満タンに保っておくと。よし、変えよう。もうちょっと3ターン残ってるから揃えられる感じはするんだけど、ちょっと金徳の方を優先させます。試合経験点 OK。 まあ一旦揃わなかったのは、てか3つないのか。赤が残るのか、みやびちゃんのコツか。例によって赤はちょっとな、どうだろうな。一般人から赤取るしかないからね。緑か、でもコツは欲しいからな。潰せそうなのは潰しておこう。めった打ち、粘り打ち、意外性、あとは新職にも取ったでしょ。でパワー C で進んでいくのか。若干きついな。よし、負けたら話にならないかんね。チャンスってチャンスが回ってこないことがあるからね。サクッとなら絶対自分のところで回ってくるんで、どんなに不利な状況でも。お待たせいたしました。5番、ここは負けられない。振り遅れた。試合経験点のためにちょっとホームランは2本打ちたい。できれば全部満点でいきたい。もう1本だな、これ絶対大丈夫だね。余裕余裕、第1回戦は余裕だ。80とかここで80もらえんの異常なんだけど。よし、ちょっとメンタルで揃えられるからメンタルと。微妙だマジで微妙だ。緑3つにするか、赤を残しとくか。どうしよう、こっちでいいや。アイコンタクトは取れなそうだな。そうか、牙か。ここはなんだかんだで金賞足りてそうだな。まあサードだから正直守備力はそんなにいらないんだけどね。まあ守備は C でいいか、せっかく守備職人取ったし。まず俺が点を取る。バッター磯田投げました。ちょ待って待ってさ、最近さ街道やってたからさ、その野五郎くんのさジャイロボールの感覚になっちゃってんだよ。そんなにホップしないからね、爆速は。こんくらいか。ちょっと負けられん。
ワンアウトランナー一塁という場面で負けなきゃ。ポテンポテンポテン、よしよしよし、点取って、よし。まだいるか。今日3打数3安打磯田。さあ野呂君のあとさ、キバとか超やりづらいんだけど、あぶねえ。今回ちょっと経験点が微妙だ。経験点微妙だけど100超えたわ。これでまたさ、海道高校やんなきゃいけないからさ、野呂君になって打てねえとか言い出すんだろうな。無理か。いや、メンタル。どっかを一ターンで、てか3のところを一ターンで行かなきゃ無理だね。いや、もう無理だ。あ、一周遅かった。そういえば始めるのが。8月の3週までしかないか、甲子園は。そうだそうだ、8月の4週までないから2ヶ月フルに使えねえじゃん。井上君に頑張ってもらわないといけないからね。踏ん張って点は俺が取る。もうなんかあれだよね、ライチみたいな考えだよね。点は俺が取る。だから誰か塁に出てくれ。俺何番ちゃうの？5番。あ、そうか、7位がいるからか。7位はさすがに強いもんな。しかし実際に打つのは俺だからね。周囲まだ投げてんのか。まあ、周囲の方が打ちやすいけどね。ヒット10本打たれて0点か。頑張ったな伊野くん。はい、137とか。すげえ、マジですげえわ。これが試合経験点の力か。意外に精神が余ってる。パワーは B、 足も B、 肩上げたいけど足りねえわ。またあと筋トレ関係何がある。あ、もう大体取った、大体取ったね。で、じゃあ3が揃えられるくらいか。もう2回練習できるんだよね。だから無理してメンタルをやる必要はない。さて2回戦目は激闘第一。まあいいか。まだ大東くんがいないからね。大東くんがいると大東くんが先発になるから、あいつ変化球中心だからね、打ちづらいんだよ。しかもカーブとシンカーしかないから。鶴谷くんはね、割とストレートに狙いを絞っていけば大丈夫なんで。大東くんはだからカーブとシンカー頻繁に投げてくるから、それでねストレートをね織り交ぜられると結構きつい。そしてちょっと危ない、1点。うわー、マジかマジかマジか。なかなか。これは入れてくるか、スライダーを。よし、2点リード。もう1点欲しいね。縛りとか持ってんだこいつ。しかしお前ごときで俺を縛ることはできない。ああ、いいとこ投げてくる。何者も俺を縛ることなどできないんだ。うちのピッチャーも一般人に変わってたね。はい、165。異常だな。マジで異常だ。あ、揃う。やったー。筋力、ちょうど筋力不足してた感があるんで助かるな。コツはちなみに振るながいいや。さあラストよ。ここは、あ、そっか、円卓かー。あー、さあね、めっちゃ嫌いってわけでもないけど得意でもないからな。どっちかっていうと、あ、もうミート A なのか。うん、やっぱりちょっと筋力足りてないね。肩上げたいんだけどな、守備上げる必要ないんだよね。経験点的には余ってるからな。
さてここだね。お待たせいたしました。ただ2校に許された最後の走者。1点入れられてるが、ここで俺が打てば何の問題もない。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で磯田。第2球。これはエクスカリバー。第3球を投げた。ちょっと詰まったけど、パワーで押し切ったな。よし。名強リードで点差は悪くない。先ほどスリーランホームランを放っている磯田。初回でスリーラン打てたのがかなりでかいな。投げました。これはこれで1点追加。ってなると名強リードで変わってる。ダンスがいいな。ノーアウトランナー一塁という場面で磯田。ランス出てくるの早いよ。威圧感とかなんでこんな奴が威圧感持ってんだよ。打ちました。痛烈。ギリギリ5点差。まだ投げるか。意外に下になるんだね。ランス D か。第2球打ちました。詰まらされた。取りました。これでスリー。おー危ねえ。ハンターね、点取っといてよかった。あ、一応見るとね、あのコンボはね、加藤京子ちゃんとあるらしいっす。ヤシの場合は上り上司とかもらえるみたいだね。ちょっと待って、いくつ手に入った。全然飛ばしてて分かんなかった。あ、193。ギリギリ見れた。ギリギリ見て193。これ試合経験点だけですっげえ手に入ったな。そろそろオフにしとこう。おお、海だ。海を見るのは初めて。ああ、砂浜のことを渚って言うんだよね。いや、こいつこれだけさ長く一緒にいるけどさ、親とかには会ってないんだ。もうすぐ退院できそう。プロ野球選手になってほしくなかった。本当のお兄ちゃんプロ野球選手。あ、そうなの。本当のお兄ちゃんプロ野球選手になって忙しかった。はあ、ははあ、そんなことあるだろう。なんかさ、これさ、お兄ちゃん悪者みたいになってんだけど、いいの。磯田さん、お兄ちゃんだと結婚できないでしょ。こいつ何歳。まあ、エピローグはね、普通にくれますね。あ、普通にくれるって1個足んねえのか。筋力、敏捷、技術。まあ、別に彼女キャラではないからね。これだけくれるだけでも上々で、ヒートアップつかみましたと。筋特2個。まあ、取れる条件もね、そんなに9000は超えたか。高くないんで。精神が溢れてんね。いつの間にか。試合でそんなにしか経験点もらえるとは思ってなかったから、肩 A にしとこう。てか総力も A にできるな。でヒートアップだけは取っておきますか先に。でその後経験点の行く先を考える。なんだかんだで筋力不足だな。2人入れてたけど、早急はでも欲しいよね、サードだから。これを消化しよう。よしです。で足も速くしてチャンス直撮りしよう。1だけ。せっかくだから敏捷が、あ、アビリティヒットとこ、流し内野安打も取っとくか。流し打ち、あとちょっと精神使って上り調子とか結構使うよね。取れるかな。競争心は取れる。上り調子は取れない。あれが足んないか、筋力が足んないか。じゃあちょっと競争心にしとこう。でせっかくだからアシストも取れんな。でここか。代打ヘッスラ。この辺はなんかいいや。じゃあこれ上げられるかな。上げられる。でちょいちょいちょい、こんな感じでいいか。というようなところです。まあ、渚ちゃん自体はね、金徳を、2つくれるので、まあ、条件もそんなに難しくないんで、まあ、あとの5人でどう回していくかというところですね。まあ、経験点も渚ちゃん自体は悪くないのかな。だからそんなに
マイナスになることはないと思います。むしろ金徳2つ取れるっていうのを考えると、プラスには働くと思うので、まあ、結構いいキャラだと思います。投手になると、復活と鉄腕なんで、さらに、査定効率は結構いいやつになるのかな。まあ、ただね、投手だとちょっと甲子園優勝がなんかめんどくさそうだったので今回、まあ、野手でやってきましたけれども、まあじゃあ次回はちょっとなぎさちゃんガチャを引いていきましょうか。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。サクセスマウンテンの方も、まあ、皆さん頑張っていきましょう。